比重とは、ある物質の密度と、基準となる、標準物質の密度との比である。通常、固体及び液体については水、気体については、同温度、同圧力での空気を基準とする。計量法における定義は、以下のようになっている。基準物質は水のみである。水の温度を指定するときと指定しないときがある。温度を指定しないときは4セルシウス度におけるものである。 温度を指定したときは、その指定の温度を比重とともに示すことになる。水の体積は101325パスカルの圧力下におけるものである。物質と水の密度を比較するのではなく、物質の体積と同一の体積の水の質量を直接に比較する。質量同士を比較する定義であるので、比重は無次元量である。 水の摂氏温度での標準大気圧下の密度は 999.972kg グラム毎立方メートルで、1g ラム毎立方センチメートルに近いから、比重と CGS 単位系で表した密度の値とは、ほぼ同じ値となる。簡便に言うと、比重が1よりも大きい物質は水に沈み、1よりも小さい物質は水に浮く。密度と比重は混同されやすいが、 密度は質量を体積で割った量であり、比重は基準物質と比べた密度比であるという点で異なった概念である。よって物質が水に浮くあるいは沈むという現象は密度によるよりも比重による方が判断しやすい。液体の比重は比重計によって計測する。浮きばかりや比重瓶などがある。浮きばかりは一種の重りである。重りを液体の中に入れると、 重りが液体中に入った体積に相当する液体の重さの分だけの浮力を受ける。そのため、重りは自身の重さと浮力とが釣り合うところまで液体の中に入ることになる。液体の比重が軽ければ、それだけ重りは液体の中に入る。そこで、重りが常に一定の方向で液体の中に入るようにしておき、重りの側面に目盛りをつけておけば、 液面の位置によって液体の比重を測ることができる。これが浮き分かりである。しかし液体の中に入ったおもりの体積と液体の比重とは反比例の関係にあるのでそのままでは目盛りの間隔が不当間隔になってしまう。そのため測る比重の範囲を限定してその範囲では体積と比重とが比例であるとみなして 等間隔の目盛りを振るということがよく行われる。そのようにして作られた目盛りには以下のようなものがある。比重瓶は液体や固体の比重を計測するためのガラス製容器である。ピクノメーターとも言う。軽量単位規則別表第一交番に、比重の乱、物質の質量とその物質の10万1325パスカルの圧力のもとにおいて、同一の体積を有する。 水の質量に対する非軽量単位規則は、この水の性質を明記しておらず、標準物質である、ウィーン標準平均海水とすることまでは、要求していない。標準大気圧下で密度が最大になる温度ではないことに注意。なお、摂氏3.984度の時の最大密度は 999.97495kgm-3 である。 基準危険規則第432条において、水の密度を9 9 9 9 7ログラムマイ立方メートルとしている。ありがとうございます。